水晶は割れやすいので扱いには注意してください。この水晶が試験を、僕たちの運命を決める。チームは3人、全員の水晶が割れたら脱落ってことだから、僕のが割れても一応。お、滑った。また大丈夫。ドット君が持ってる水晶が、ツルツルしてっからよこれ。